チャームド魔女三姉妹は北米ワーナーブラザーズテレビジョンで1998年から2006年まで放送されていたテレビドラマ。1998年10月7日から放送を開始、2006年5月21日の回をもって8シーズンにわたる放送を終了した。魔力を授かり生まれた三人は魔法が使える上に仕事、恋愛、結婚、 子育て、等をするのにも様々な問題が立ちふさがり、悩み、喜び、助け合いながら歩む様を繊細に描き出している。また、SFX を用いた悪魔との戦いに若者を、中心に、大ヒット、人気ロングランシリーズに成長した。放送終了後、なおも、ファンたちから続編を希望する声が寄せられている。デスパレートな妻たち同様、複数の女性が、 主役のテレビドラマシリーズでは最も長く続いたドラマである。日本では2001年4月4日から NHKBS2 で放送が開始。再放送含め第4シーズンまで放送されている。アクスンにおいて全シーズンが放送終了。2014年4月7日から BS の D-Life で第1シーズンから放送を開始。日本では第5シーズンまで。 DVD 化されている。有名な TV プロデューサーである、アーロン・スペリング率いるスペリングテレビジョンの制作。神話や伝説上の生き物をモチーフにしたキャラが登場し、物語を盛り上げる。ハリウェル家の三姉妹、プルー、パイパー、フィービーは、祖母の死をきっかけに久々に、サンフランシスコの実家に再会し、共に暮らすことになる。ある日、フィービーが屋根裏で見つけた。 影の経典という魔術書の呪文を唱えたことをきっかけに魔力に目覚め自分たちが魔女の家系であることを知り戸惑い翻弄されながらも全人を助け守りつつトライアッドなどの敵と戦う。また魔女と日常生活との両立20代特有の悩みや生き方を魔法を絡め色濃く描かれており三姉妹は魔法と付き合いながらもそれぞれ人生を模索していく。 第3シーズンのラストを受けて、プルーが死亡。第4シーズンから、イフ妹として、ページが登場する。第5シーズンで、パイパーとレオの間に、念願の赤ちゃんが誕生。第8シーズンでは、彼女たちの晩年が描かれた。1998から2006制作前8、シーズン全178話。シーズン1悪魔退治の使命、そして、自分の能力になれず。 戸惑い翻弄されながらも力を合わせて立ち向かう。姿と姉妹の絆の再生を描くシーズンに白の守護者レオとの禁断の愛、人間団との愛で揺れ動くパイパーがメインに描かれる。プルーは写真家に、フィービーは大学に通い出す。シーズン3悪魔コールが登場しフィービーは恋に落ちる。悪魔との愛に悩み苦しみながら大人の女性へと成長していく。 一方、パイパーは、レオと結婚する。また、魔法の存在がバレてしまい、シリーズ前半のクライマックスが訪れる。シーズンプルを失い、不意のページが、登場する。ページの大胆な行動に長女になったばかりのパイパーは、手を焼く。そんな時魔王が、最終戦争を仕掛けてくる。果たして三姉妹は絆を作り出せるのか。コールとフィービーは、 雲行き怪しげながらもいよいよ結婚する。シーズン後パイパーはついに子供を出産する。コールはフィービーを取り戻すため大きな魔法を世界中にかける。ページはプルーのような強い魔女になりたいと魔法修行。このシーズンから伝説の生き物が次々と登場する。三姉妹もいろんなものに変身する。シーズン6未来から来たという青年、クリスの謎。 バラバラになったレオパイパー夫妻とその子供たちの絆と再生を描くシーズン7ギデオンに裏切られ深く傷ついた三姉妹。そこに新世界を作り出すため協力してほしいと誘われる。姉妹も30代になり、これからも悪魔との戦いを続けていくことに疑問を感じ出す。姉妹たちの魔力は発達する力があり、個人差はあるもののシーズンが進むと威力が。 マシ新しい力も備わるようになる。呪文同様、知り死欲のためには使えず、使った場合は、しっぺ返しを受ける。分子運動をコントロールする。姉妹の中で唯一攻撃魔法を身につけない、受け身型の能力を覚える。子球にいた段階で、すでに能力を発揮し、パティに予知映像を提供していた。子球にいた段階から力を使えたのは、 ワイアットとフィービーのみで二人ともハリウェル邸の自宅出産で生まれている。感受性が人一倍強く、フィービーだけが見えない、ミューズの存在を感じ取ることもあった。第六シーズンでバルバスの訴えにより、呪文以外の能力をすべて剥奪される。しかし、第七シーズンでは予知能力のみ長老が返却を行った。母からは、魔女の血を、父からは、 白の守護者の血を受け継いでいる彼女は習得する力も多種である。シーズン7から白の守護者の力が本格的に覚醒し始め、その影響か短期間で力が大きく成長する。覚えも早く、第6シーズンでは魔力を失ってしまったフィービーの代わりのような立場になりその成長ぶりを見せていた。劇中で、 主人公の三姉妹が住んでいる住居シーズン9のコミックが順次刊行されている。少し成長した三姉妹の新たな活躍が描かれる。パイパーの娘、プルーメリンダも登場する。表紙には A バージョンと B バージョンとコミコンバージョンの3種類が存在。設定はテレビシリーズをベースにしているが、テレビシリーズを制作したスタッフは参加していない。リブート版。 チャームド魔女三姉妹が2018年10月より b c W にて放送開始。このリブート版での新たな魔女三姉妹役には長女メイシー役にマデリン・マントック、ジジョメル役にメロニー・ディアス、末妹・マギー役にはサラ・ジェフェリー、ホワイトライター・ハリー役にルパート・エヴァンスがそれぞれ役を演じている。このリブート版の制作者がオリジナル版とは 完全に異なるため、本作は、リブート版オリジナルのチャーム度として展開されている、模様。本作は、現在、ベーシー W において、シーズン2まで放送を終えているが、シーズン3の制作が2020年に、ベーシー W より正式に発表され、新シーズンの更新が、すでに決定している。2021年1月現在、リブート版チャーム度は、 日本においては、まだ配信や放送はされていない模様。2010年6月30日より、第9シーズンとして、コミック版が順次観光予定。詳細はこちら。祖母の生前も大学に通っていたことが、判明しており、一旦辞めて、家を飛び出して、ニューヨークに行ったため、正確には復学である。この姿の時は演じているのは、ジュリアン・マクマイホンではなく、 マイケルベリー・スミス、ありがとうございます。